皆さん、駒形ゆりです。本日は坂本九さんの上を向いて歩こうを弾き語りさせていただきました。今まで YouTube でその私がそのギターを始めたきっかけ、あのフォークソング部でって話をしたと思うんですけど、そのフォークソング部の中にある課題曲のうちの1曲で、高校時代ずっと歌ってた曲なので、すごい馴染みがあって歌おうかなと思いました。当時は原曲聴いて奥上で歌ってたの結構高かったんですけど、今回ちょっと自分に合わせてキーで歌ってみました。なんかね、ものすごく有名な曲で、海外でもねとっても有名な曲ですけど、なんか改めて歌うとすごいシンプルだけど、あ、いい曲だなってしみじみ感じるような、そんな曲でございました。ギターのコードもとってもシンプルで、初心者の方も弾きやすいかなと思うんですけど、でもなんかこういう、普段結構なんかって感じのストロークが多いと思うんですけど、ちょっとなんか歩いてる感じの軽快なストロークで、歌いました。はい、本当にとても弾きやすいと思うので、ぜひギター練習してる人は挑戦してみてはいかがでしょうかという感じでございます。今日は何を話すかというと、私が使っている道具音楽周りの私が使ってる道具のなんか紹介をしようかなと思っていて、ギターに関してはどういうギターを買ったかみたいな話、別の動画でさせてもらったんですけど、ヤマハの赤いギターと、その後に2本目に買ったギターがギブソンのスタジオっていう、ちょっとこうギブソン、普通のギブソンよりちょっとこうお手頃価格で買えるギター、これは今お借りしてるものなんですけど、これはKID ですね。KIDのギターとなってまして、ね、ちょっと知りたい人いるのかなと思うんですけど、私が普段使ってるイヤホン、ワイヤレスイヤホン、これはね、ソニーのワイヤレスイヤホンで、前使ってたの壊しちゃって私が落っことしたりして買い替えたんですけど、WF-1000XM5 の白、これ使ってます。ソニーさんのやつは個人的には音が好きで使ってるんですけど、私いろんなやつを試して聞いて買ってっていうタイプじゃあんまなかったので、もしおすすめありますよって方いたら教えてください。必需品これで水の音とか聞いてます、電車の中でストレス軽減のためにこれとっても必需品。あとはイヤモニっていう、こうライブの時に使うイヤホン、ちょっとこう高価なイヤホンがあるんですけど、それはフィットイヤーっていうところのイヤモニを、もう何年、23歳ぐらいの時に買って、10年ぐらい使ってるんですけど、一回コードを取り替えたのが断線しそうになってて、コードを取り替えて、人の耳の形って変わっていくんですって。だから隙間がねできるようになってきちゃって、周りの音が入ってきちゃう、それだとちょっと意味がないので、耳の型を取り直してきました。普通はイヤモニって左右でスタッフさんがつけてくれるから、赤と青とかって左右の色をすごい分かりやすくするんですけど、当時の私はどっちも赤が可愛いとか言ってどっちも赤にして、駒形ゆりって私から見て書いた時に駒形ゆりになるように駒形ゆりって入ってるんで、いつも駒形ゆりですってスタッフさんに、ちょっと意味わかんないと思うんですけど、そういう風に迷惑をかけてます。ちょっと本当に歴史遡っていったら、私一番最初にその音楽にたくさん触れるきっかけになったのが、買ってもらった CD プレイヤーをもう本当にもう超大切にしてて、それでシャーマンキングの歌のマンジエンというキャラクターソング集とかドラマ CD とかをもう外出中ずっと、もう家族と出かけてるか関係ないもずっと持ち歩いて、それでずっと音楽聴いてて、中学校の途中ぐらいかな、高校ぐらいかな、MD、わかりますかね？ MD プレイヤーっていうのがあったんですけど、MD に行って、お年玉でコンポっていうんですか？大きいやつを買って、自分でその MD にその曲入れたりとかして、曲聴いてたんですけど、高校になると iPod が欲しくて、バイトしたことなかったんですけど、短期の年賀状の仕分けの
バイトを iPod を買うためにして買って、ピンク色のすごい可愛いってすごい当時気に入ってたんですけど、それでずっと音楽聴いてて、それ以降はもうスマホでサブスクで音楽を聴いてますけども、だから私にとってすごい思い入れが深いのはもうその CD プレイヤー、シルバーの全然可愛くないの。今の仕事をしてるのもあの CD プレイヤーのおかげと言っても過言ではないくらい、ね、とっても大事なものかなって思います。そんな感じ。あとは何だろう、楽器で言ったら一応私エレキギター全然弾けないんですけど、1本だけ持ってて、っていうのも和崎武さんのアコギファンクラブに出させていただいて、その時坂本真綾さん特集をしたんですけど、ゲットのサティスファクションっていう曲で真綾さんがギターを弾いてて、その曲をやることになったんですけど、イベントで。そしたら和崎さんがくださって、それが家にあるので、この YouTube でエレキ弾く企画があるかどうかわかんないですけど、そうなったら持ってこれますよという感じになっております。はい、そんな感じかな、私の周りの音楽ギアたちはそのような感じで構成されております。はい、今こういう風に YouTube のね動画の中で私のお話させてもらってるんですけど、もしよかったら皆さんの聞きたいこととかあったらコメントに書いてもらえたら、それについて喋りたい気持ちになったら喋るかもしれないので、ぜひ振るってこんなテーマでお話聞いてみたいよとか質問とか書いてもらえたら嬉しいです。ということで、本日もチャンネル登録、グッドボタン、通知のオンをぜひよろしくお願いします。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。間違えちゃったごめんなさい嘘でしょ、ごめんなさい、もう一回です。 C を抜かしました。星って言いました。星ってすごく言ってました。逆に目立つ会釈長かったですか。